栃木県道、群馬県道38号、足利千代田線は、栃木県足利市から、群馬県大良郡千代田町に至る県道である。本県道は、栃木県足利市の中心市街地から南進し、群馬県大田市を経て、大良郡大泉町からはほぼ、利根川沿いに南東に進み、千代田町までを結ぶ道路である。足利市内は、市街地及び、 郊外の住宅地の中を通っており、大田市内では、市東部の田園地帯を通過する。足利市、通り2丁目交差点県道116号と、県道208号の終点でもある。ここから南町まで県道116号と、重複足利市南町中橋、足利市外方面を望む。大田市、龍舞交差点千代田方面を望む大泉町。 横丁交差点千代田方面を望む以前の起点は渡瀬橋交差点であり、そこから東武駅南交差点までの経路が県道38号に指定されていた。群馬県道の路線認定当時の終点は千代田町大和赤岩の赤岩交差点であり、後に路線が延長されて現在の上中森交差点となっている。ありがとうございます。